市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は10月3日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、首都圏営業拠点三重テラスにおける1階物販コーナーの活用、ツデーの創設と関心表明受付窓口を開設、道の駅川毛仮称にご参加をの2件です。今日はね、これを川毛道の駅川毛の関心表明窓口っていうのをですね、やらせていただくんです。関心表明という言葉自体が非常に珍しい言葉なんで、少しこのあたりもご説明申し上げながらお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まず最初が、三重テラスなんですけれども、これはですね、Today というのを作ろうということであります。で、三重テラスについてきちっと発表させていただくのは初めてですので、過去からの経緯も含めて今日はご説明を差し上げたいと思います。どうぞ。三重テラスは、これはもう皆さんご案内かと存じますけど、コレド室町の隣ですね、ここですね、三井本館の前ぐらいのところになるわけですけれども、ユイトアネックスというビルであります。9階建てのビルですが、そこの1階2階に三重テラスができました。28日に、先週の土曜日にオープンをいたしました。で、1階 の市町村と、三重県の施設ですけど、市町との関わりは1階の物販飲食についてどうかって、2階の多目的ホールについてどうかというこの2点であります。1階の物販スペースというのは、これはオープニングの時のですね、写真を撮ってきたんですけども、こんなような感じでありまして、レストランがこういう感じ、それから2階の多目的ホールはこういうふうに使えるものでございます。で、まず1階のですね、物販スペースについてどういうふうな市町との関わりが今まであったかというとですね、報道発表を、出店者募集について三重県が報道発表されたのが6月12日であります。で、翌13日から募集が開始された。で、津市はですね、物産振興会員などにですね、ご案内をしておりました。で、その後県内9箇所で説明会があって、土地区は6月26日やったわけですけれども、募集がなされて、そして選定が会議が行われた。で、結果としてでございますが、津市の事業者さん40社130点がですね、取扱い商品候補として選定済みでありまして、あとは三重テラスさんの方で、具体的にこのどこへどう並べるかなどをですね、ご検討いただいておって、結果としてすでにもみえテラスがで売られているものもあると、こういう状態でありますね。はい。で、その次2階についてはですね、三重県の食観光歴史文化産業といったようなものを発信をできる場所、そして三重ファンの拡大、県産品の販路拡大、県内への誘客促進、こういうことを目的としてイベントをやってほしいと、おやりになるんだったらどうぞというのが三重県のスタンスであります。で、津市ではですね、そういうことでいろいろと考えてきたんですけれども、多くの市町で、例えば1週間単位で短期集中型のですね、イベントを考えるところを考えるところが多いようだったんですが、津市としては全然別の考え方で、もう毎月1回やろうということで、ツデイという名称にさせていただいたわけであります。で、1回目を10月18日に開催をして、以降ずっとこのような毎月の予約をいたしました。で、どういうコンセプトでいくかということで、次のページなんですけれども、津市の食とか歴史、文化、そして産業に関わるものをですね、形にとらわれずに展開しようということで、主体はですね、団体とか企業とか NPO 何でもいいんですけれども、津市にご縁のある方であれば、このツデイの時にその2階を使っていただいてですね、いろいろなイベントというかですね、催しなり、あるいは PR なりをしていただこうということにいたしました。で、我々としては、この場所をですね、ステージ作り、そして、アレンジャーみたいな役割ですね、をやりたいということにしました。で、できればこの三重テラスの名物イベントに
になればなということで、結果として津市のシティプロモーションにつながればなと、こういう思いであります。で、1回目でありますが、まずオープニングセレモニーとして東京事務所長をトゥデイの番頭に任命をすると、白持君をトゥデイの広報宣伝部長に任命をすると、青木副市長が辞令を渡します。で、この中央公民館でやっておった引き札展を向こうへ持ってったり、あるいは吉田沙保里選手コーナーを作ったり、それから観光歴スポットで映像を流したりということをやります。で、企業参加はですね、今回は赤塚植物園さんと、それから菅生製茶さんが手を挙げてくださいまして、この方々が試飲でありますとか振る舞いをしていただくということで、 PR をしていただくということであります。で、アンケートを実施してご協力いただいた方に、その引き札店の引き札の複写をプレゼントするというようなことで、この方々にはできればメールアドレスを登録していただいて、今後津市の情報をですね、この方々にどんどんお知らせをしていくという形になります。これがレイアウトなんですけれども、ここで引き札店をやってまして、で、こちらに企業さんのコーナー、そして、いろいろな PR のコーナーをやると、こういうもので、ございます。で、2回目以降でありますが、物産観光ですね、それから歴史文化から企業連携のコーナーなどをですね、ずっと考えております。で、ちょっと総じて申し上げますと、結局我々としてはこのトゥデイは、ハードルを下げたというかですね、大体こういうものを行政が企画しようとすると、とてもとても重大に考えて、で、しか応じかけをで、考えなきゃいけないというので、なかなかこうどうしてもこうハードルを超えにくいんですけれども、ぎゅっとハードルを下げまして、まずとにかく先に予約せえというところから始めました。で、東京事務所長が予約だけして納得するんですかって言って、お前座っとけと、バントやろというところから始まって、バント何にもなければお前が座っとけというぐらいの、感じでスタートいたしましたので、そういう意味ではハードルが下がった。で、ハードル下げてどういうことをしたかというと、逆に通に関連する企業さんとか事業者さんに、トゥデイ月に1回やってますから、ぜひそこで PR してください、使ってくださいというようなことをですね、お願いをして、そして、その結果ですね、ここに集ってくるような感じですね、津の関係の事業者さんが。そこが津市のアドバンテージにもなるはずで、これは他市の事業者さんではここには出られないわけなんで、津市にご縁のある事業者さん、本社であったり、あるいは事業所であったりですね、津市で事業を展開しておる事業者さんを応援をしたいということ、そして月に1回必ず PR をされているということであれば、首都圏、人が大変多いので、たまたま来られる人というのはその時によって違いますから、なるべく数打って当たらないといけないと、集中的に短期集中でバンとやってもですね、その後11ヶ月何もやらなければその土地の情報はなかなか発信できないのでですね、そういう意味でちょっと他の市町とは違うコンセプトでやってみたいということであります。半年ぐらい様子を見てですね、その後どういうふうに展開していくかまた考えたいなと、こういうふうに思っております。それが1点目でございました。次は2点目で、川上道の駅ですね、関心表明というのをですね、なんでこんな変わったタイトルにしたかということなんですけれども、実はこういう経緯があります。川上道の駅をやるということに協定を結ばせていただいた後ですね、7月23日協定を結ばせていただいた後ですね、地域の方々中心に自分たちもちょっと参加したいとか関わりたいとかですね、からなんかイベントはそこで市長できるのとかいう声が聞こえてくるようになりました。で、こういうせっかくですね、川上道の駅全体を運営したいという考え方ではないんですけれども、パーツパーツでですね、自分たちもそこへ商品を出したいとか、あるいは例えば週に1回必ず新鮮な野菜を届けてですね、そこで売らせてほしいとかですね、あるいはですね、せっかく人が集まる場所であれば、そこで、先ほどの東京とも似てるんですが、PR したいとか、イベントやりたいとか、発表の場は何かできないかとか、そういうことを言われる方がいます。で、いらっしゃいます。で、そういう方々のですね、せっかく盛り上がりがありますので、まずそういう方々のリストをですね、作ろうと。
で、こういう方々はこういうふうなことでこのご関心がありますというですね、関心表明ということにしましょうと、合言葉川上道の駅に何らかの形で関わりたい、参加したいということであります。まあ、もう少しイメージを出しますと、まあ、あの参加したい関わりたいイベントさんで、まあ、企業地元団体とか、まあ、農林水産業者商業イベント団体音楽団体、まあ、例えばということで申し上げますと、地元であのここで地元の産品を使って、料理を開発してるんですね、食生活改善グループさんで、そういう人たちが、まあ、あの毎日毎日そこであのずっと料理を提供するのはそれは難しいんだけれども、まあ、たまにそういう料理を持ってて、ここに来る人に味わってもらいたいなという方もいらっしゃるとかですね、それからあの実はあの場所の近くのみゆきの場所で、毎週水曜土曜日曜と朝の9時から、産直をやってるグループがあって、そういう方々もあのここにできたら入っていきたいというようなことを言っておられるとかですね、いくつかそういうご希望があるわけです。で、逆にこの川上道の駅できた暁に運営する側からすれば、そういう地元の新鮮なものをある程度着実に入ってくるようなルートも作りたいはずなので、そういうところのマッチングをしたいというのが我々の考え方であります。で、したがってそれでまずこの受付をしようというものであります。でですね、ただマッチングをするといってもどういうふうな流れになるかというと、まあ、あの基本協定ができて、そしてこれからですね、最終的にはもう運営事業者というのを決めていくんですよね。で、運営事業者を先に決めてしまって、で、地元の方々に、運営事業者さんに地元の方々のご参加を決めていただくとなると、すべて運営事業者主体で物事を決めていくことになるので、むしろ逆に我々が設置者である我々が、地元のこういう参加をしたいという人たちの話を取りまとめて、運営事業者の選定時の要求水準、つまりこういう方々がこういうふうな参加をしたいと言っておられますので、その方々とも十分調整して、そしてあの運営の計画の中に織り込んでくださいよということをですね、先にこちらからオファーしてしまおう、まあ、こういう作戦であります。で、まあ、その結果ですね、運営事業者は、運営事業者任せではなくてですね、つまり丸投げではなくて、津市の方がこういう地元の方々こういうふうな形で川上道の駅に関わりたいですよと言っておられますよということを伝えながら、運営事業者にプロポーザルを出していただこうと、まあ、こういうことであります。まあ、どこかのやり方を参考にしたということは一切なくて、これはあの多分そうした方が我々の地元の方々の気持ちに合うだろうというものでございます。で、川上道の駅関心表明受付窓口を川上総合支所に開きます。まあ、言葉は川上道の駅に参加したい、関わりたいと言っていただければいいです。本日解説をします。で、相談内容としては、農林水産業、商業、地域活動団体等から地域特産品の出店要望、関心表明を、参加表明をしていただくと、それから、まあ、あのできればあそこ何か、いつも何か行われているような状態にしたい、あるいはいつでも何でもできるような状態にしたいというふうに思いますので、ふれあい広場を活用した365日イベントデーの展開のしたいので、その参加表明ということであります。それでこういう看板をですね、この関心表明窓口というところに、ここかな、ここに設置をします。で、この看板をのところに来ていただくということになります。それからもう一つ、これをあの本庁にもですね、まあ、こんなようなあの PR ボードをですね、まあ、置いておきまして、川上総合支所にどうぞこういうものを作りましたということにしたいというふうに思っております。で、これも実はまあ前ちょっと協定の時に申し上げましたように、平成15年から川上町時代からやっておる話ですので、非常にこう長く温めてきた話でございます。逆にいよいよあの協定したぞと、これから国との間で一緒にやりますよということを発表して後ですね、じゃ まあ長年ずっと温めてきた我々、道の駅できたらこうしたいなというふうな思いがあった方々からすれば、じゃあ市長この後どうすればいいのということをおっしゃっていただいてますので、まあ、地元の盛り上がりをに期待をしながら、平成これ28年4月だなの開設に向けてですね、まあ、こういうソフト面から先に展開していこうと、こういう話で、あります。
以上ですね。はい、以上発表させていただきました。よろしくお願いします。